夜の街に浮かび上がる勇壮な山車、フライパッチンです。あさってから始まる大分七夕祭りを前に、昨日大分市の祝祭の広場でフライパッチンの点灯式が行われました。照らし出された山車は迫力満点。迫力がよりもっととても増して、なんかいいです、かっこいいです。フライパッチンは1985年新たな町の文化になるような祭りの目玉として始まりました。当時の大分市長が子どもの頃に遊んだパッチンに似ていると言ったことから、フライパッチンと名付けられました。40周年を迎えるフライパッチン、節目の今回、これまでと違った点があります。こちらが JR 九州グループのパッチンです。これまでのパッチンとだいぶイメージ違いますね。はい、今年は JR 九州を代表とする岐阜の森号をモチーフとさせていただきました。36年前から参加している JR 九州グループ、武士の背中にあるのは特急湯布院の森号です。従来山車のデザインは武者が原則でしたが、今年から自由枠が設けられました。鉄道会社でありますので、列車を採用したら面白いんじゃないか、またそこからこう観光列車をぜひ皆さんに広く知っていただきたいと思いまして、湯布院の森号をモチーフとしております。山車を手掛ける職人も新たな試みに力が入っています。やっぱ違うものを作るの面白いですね。直線のラインとかが多いので、動きを出すためにちょっとダイナミックにみたいな、ぐっとこう飛び出てるようなイメージでは制作しておりますので、それ感じ取っていただけたらなとは思ってます。今回企業など13団体から合計15機の山車が練り歩きます。作った人がすごいなと、ハートとか周りが綺麗光ってて可愛いなって思いました。綺麗だったから本番が楽しみです。去年祝祭の広場で行った出陣式はパッチンの会場となる昭和通りで実施、大勢の観客が見守り、祭りムードも高まります。文化を継承しつつ新しいものを取り入れていこう、そして後世に残っていくようなお祭りにしたいっていうところで新たな試みというところですね。40回目のフライパッチンを、大成功に導きたいなというふうに思います。右左ドン、はい、右左ドン。一方、七夕祭りが始まった時からの名物が大分の民謡ちきりん囃子。5回目の参加となるトランスコスモスでは、本番に向けて踊り手が稽古に汗を流しています。倒して引く。最初緊張するんですけど、踊ると楽しいです。みんなで一団結してできるかなと思いました。はい、土曜日に向けてさらに練習を重ねて100点で踊りたいと思います。準備も大詰めを迎えた大分七夕祭り、連日の猛暑をひととき忘れるような盛り上がりが期待されます。